もう何がしたいってユリット考えたい。はい、ブリンクスの初期登場アイドル75名です。75名、すごいね。これ超楽しいね。これプロデューサーの皆様、お疲れ様です。アシスタントプロデューサーの佐藤花とアシスタントプロデューサーのカッシーです。おー、本日はアイドルマスターポップリンクスの企画でございます。いやー、はい、テンション上げていこう。はい、すでにですね、アイドルマスターチャンネルの方でもね、ポップマス動画っていうのがね、配信されてますけど、皆さん、はい、ご覧いただけてますでしょうか。大丈夫かね。あ、珍しくやったわ、初めてやったわ、私これ。まあまあ、ということでですね、今回のそのポップリンクスの、はい、魅力としましては、ブランドを超えてこう、アイドルさんたちを自由に編成ができるわけですよ。自由に。いや、もうだってもうそれがもうめちゃくちゃ楽しみなわけよ。そうですね。まあ新規イラストでも衣装が可愛かったり、もういろいろあるんですけど、もう何がしたいって、ユニット考えたい。ユニット考えたいんですよ。そうです。だと思いました。ということで、ということで、今回はそういった企画をやっていくわけですね。そうです。まあユニットをね、うん、考えていこうってことでね、はい、今回こういったものを制作しました。ででん。手が凝ってる。すごいよ。ポップリンクスの初期実装アイドル、75名のパネルでございます。はい。こちらを使ってユニットを考えていきたいと思います。はい。ということでですね、はい、僕らで2人に1つずつ考えていきたいと思うんですけども、はい、もう最初からね、選んじゃってると多分これ日が暮れるんですよ。そうですね、聞かないんだ。なのでここは、ランダムに最初のアイドルさんを引いて、うん、そのアイドルさんを中心にユニットを考えていくという流れにしようかなと思うんですよ。はい、なので、最初にまず2人ずつアイドルさんを引いていきたいと思います。はい、引きますよ。来たアイドルはこちら。誰が引く、誰だ誰だ、スイ。はい、では私は風野ひよりさん、あさりななみさんが私の事務所に来てくれました。はい、よし、お、お、よいしょ、せい、お、はい、はい、私が引いた2人は三浦あずささんと諸星ひらりさんです。はい、この4ユニット、はい、考えていきましょう。はい、はい、ということでこちらのホワイトボードに貼らせていただきました。はい、ブリンクスの初期登場アイドル75名です。75名、すげー、すごいね。これすごない、すごい。いやもうなんかこれだけで爽快よね。ね、はい、こちらの方で今回は3人のアイドルユニットを2組ずつ作っていきます。はい、そしてですね、ユニット名とコンセプトをね、考えて発表してもらいます。はい、まあ、今こうやってバーッとこうランダムにね、こうずらっと並べさせていただいたんですけども、こう詳しい、どういうアイドルさんが登場するのかなっていうのはね、 PV だったり、公式ホームページの方にもね、そちらの方が上がってますのでチェックしていただけたらと思います。はい、よし、では早速やっていきましょう。はい、はい、私はキラリさんを中心に考えてみたいと思います。はい、僕はあさりななみさんをセンターにいたしました。はい、いやー、え、これやばない。やばいですけど、これ超楽しいね。これ楽しいですね。これ一人一人、これだってもう楽しいじゃない。ね、またイラストがめちゃくちゃ可愛いから、もうなんか選ばないでもうずっと見ちゃいそう。これ、これ欲しいもんね。これ超欲しいもん。お一人しかいらっしゃらないんで、例えばこうイクさんがいるじゃないですか。僕イクさん欲しい。ちょっと待ってよ。私もみたいなこともあるわけでしょ、これ。あるかもしれない。あるかもしれない。早い者勝ちですか、これ。早い者勝ちです。交渉権あり。交渉権はある。交渉権はまあ考えますよ。考えます。じゃあちょっとやっていきましょう。これ人数増やしても絶対楽しい。参戦人数絶対増やしても楽しい、これは。めっちゃ争いわけないかもしれない。5、6人でやったら多分これちょうどいい感じになりそうな気がする。お、取らないかな。もうどうぞどうぞ。取っちゃうよ。どうぞ。おっと、カノンさん取りましたね。はい、はい、じゃあ私はもう最初で多分コンセプト分かると思いますよ。これはね、ずっと前から作りたいと思ってた。ハロンクリスさん取りか。あ、なるほどね。もうだってこれはみんな考えるでしょ、これ。なるほど。そうなんです。私はお、面白いとこ行きますね。ドアさんかな。ここまでは多分鉄板なんですよ、多分。ここまでは鉄板なんで、私ね、あと一人行きますか。行こうか。そういうことだよ。おー、できたー。完成しましたが、ここから名前をつけなきゃいけないですね。ここからユニット名とコンセプトを考えていきます。はいはい、いやー、そう、ユニット名がな、コンセプトは至ってシンプルなんですよ。そうですね。だけどユニット名迷いますね。なんか悩むね。それこそね、ユニット名決められるゲームとかもね、うんうんうん、あるじゃないですか。まあ悩むよね。
悩むんですけど、ちょっとあんまり人には見せたくないユニット名が。そんな危ないお名前になることってあるの？私ユニット名に私のこう心情、心情、気持ちを入れることが多いんですよ。あー、なんかそんなことありましたね。なんか人生長いから頑張ってこうなみたいなやつ。いつのやめてもらえますか、黒歴史を。あ、黒歴史なんだ。大丈夫ですか？大丈夫かな。せーの、ドン、できました。おお、すげえ名前出てきたな。あ、そういうこと、そういう系統なんだ。そう、私は諸星輝星さんを筆頭に、はい、大崎天菜さんと姫野香音さんを、はい、ユニットに入れました。うん、3人ともね、こう可愛いお洋服とか好きじゃないですか、うん、ファッションというか。そうですね。なので、買ってあげようかなみたいな。あ、里穂野さんが買ってあげようの場所にいるんだ、それ。うん。あ、なるほどね。だから3人が、うん、こういう衣装がいいんですけどって言ったら、よし、じゃあ買ってあげるよって。ちょっとおじさん出てたけど、最初、うん、最初おじさんがって入れようとした。やめようよ、やめようよっていうコンセプトのユニットです。あ、でもなんかお洋服の話題ではね、お三方盛り上がりそうですよね、やっぱり、うん、皆さんおしゃれだし可愛いので。いいですね。はい、こんな感じです。はいはい、僕考えました。ユニット名、はい、オーシャンです。おお、シンプル。シンプルにオーシャン。なんかこういう英語つけるの好きなんですけど、うんうんうん、なんか どれ使おうかなとか、なんかそのシーとかいろいろ海を表現ありますね。ビーチとかいろいろあるんですけど、まあでもこの3人だったらオーシャンかなっていう感じで。おしゃれですね。そう、おしゃれに選びました。まあやっぱりそのお魚がね大好き、浅井七海さん、うんうんうん、そしてやっぱりね、海の素晴らしさを広めるためにアイドルになられたコロンクリスさん、はいはい、そしてやはり沖縄出身、海の生き物ももちろん大好き、ガナハヒビキさん、うんうん、お三方揃ったらもう最強。だから水族館とかでライブしてほしいし、もうそれぞれやっぱり、うん、やってほしい ね。最近ミリオンでもね、ダイヤモンドダイバーとかその海の楽曲とかあったりとかしますんで、うんうんうん、そういった楽曲も歌ってほしいし、海だけじゃなくて海の生き物なんですよ、大事なのは、うん、海メインじゃ、そう、海の生き物に関わる、アイドルさんたち。まあもしかしたら今後のね、今後の妄想喋っていいですか。今後、どうぞどうぞ。今ここ実は3人じゃないですか、3人じゃないですか。だからここに瀬名しおりさんとかが加わるわけですよ。そうするとあのさらに海メンバーがこうやって増えていくわけですよね。確かに増えていくとオーシャンなんとかかんとかっていうちょっと長い名前になるんです、多分5人だったら。加勢していくんですね。そう、加勢式なの。だからまだ伸びしろがあるユニットなんです、ここは。じゃあ次行きましょうか。はい、悩むんじゃいな。いや、でもこれはね、せっかくこう新しいイラストということで、うん、いいですか、とっても。はい、いただきます。お、あー、しまった。なになになに、しまった。何を。いや、あの、欲しかったんです、欲しかったんです。どっち、あずささん。そう、あずささんが欲しかったんです。ちなみに日和さんとあずささんで気づいた方いらっしゃいますでしょうか。はい、さあね、じゃあ別のコンセプトでいこう。うわー、うん、悩むね、これね、ちょっとね、こうだ。おー、きた。うわー、いや、ちょっと待った。あー、でもそうか、そうな。あー、取れた。入れました。キープしていいですか。キープ。ああ、いいですね、全然。そうするとこうなんだな。はい、できました。はい。できましたということで名前考えてみましょうか。そうですね。名前どうしようかな。何がいいかな。うん。OK、できた。できた。できました。はい。じゃあ発表しますよ。はい。せーの、ドン。あー、かわいい。笠野日和さん、アナスタシアさん、白石紬さんの3方を組みまして結成しましたホロスコープです。うん、あの、星占いという単語から引っ張ってきました。そう、あ、まあ、日和さんがまあその占いがお好きだということで、だからさ、もう梓さんがこっちに来て欲しかったっていう話はそういうことなんですけど、占いっていうところだったんですけど、まあそのアナスタシアさんの星ってところで、白石さんもね、まあ、あの月の曲があったりとか、必ず星イコールではないんですけど、うんうん、あの、この2人にさらに行くんだったらここはありだなっていうふうに思うんですよ。そうですね。で、お三方ともね、そんなにこう人とコミュニケーションを取るのが得意な方たちではないんですけども、その3人がね、仲良くなっていく様を見たい。で、最初多分おそらくプロデューサーは苦労する、苦労するんですよ、このユニット、どうしようかなってなるんですけど、そこをね、こう3人の絆じゃないですけどね、こうね、誓っていくことによってね、これは将来性がある、すごいね、いいユニット3人になると思うんですよ。私は甘い時間というユニット名で、メンバーがダバンズさん、三浦あずささん、悪の秀夫さんですね。はいはい、みんなこうスイーツが好きじゃないですか、うん、はいはいはい、本当はね、こう食べ物系で行こうかなって思って、なるほどね、ちょっと
こっちの方に。ああ、悩んでたのはそういうところなのね。そう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 、はいはいはい、なんですけど、本人たちのその好きなものもありつつ、やっぱりこう新しいイラストが素敵ということで、ね、うん、こうちゃんとねスイーツが入っているアイドルさんを選びました。いや、いいですね。みんなでこう仕事終わりとかに、そう、どっか行ってほしいですよね。甘い甘味どころじゃないけどパンケーキとかね、カフェとかね、カフェとかね、カフェとかでなんか食べてるっていうイメージの甘い時間ですね、うん、なるほどね。背景のその多分カフェっぽいところにいらっしゃるんですよね、お二人が。お二人は多分お二人はそうですね。だからあの背景とかそう見てたんですけど、うん、同じ空間にいるってことはこの人たちがどういう状態なんだろう、ちょっといろいろなんか妄想するんですよ。この人とこの人同じ空間にいるっていう、こういう組んだ後にそのユニットのストーリーを考えるのが、うんうん、めちゃくちゃ楽しいなこれ。しかもこう今回はコンセプトとしてこう考えたじゃないですか、うん、はい、でもこう喋ってるうちにどん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 なんか浮かんでくるんですよ、うん、浮かぶ浮かぶ。それこそこのユニットだったら、まあ、さっきもそのオーシャン組んだ時の話したんですけど、うん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 、次このアイドルさんがもし登場したら嬉しいなとかっていうのにもつながると思ったんですよ、うんうん、またここにも入れられるなとか、ね、そうそうそう、まだ今ここをちょっと空き作っとくよ、この方来たら多分これが完成するよみたいなね、うんうんうん、そういう妄想もねめちゃくちゃ楽しいなと思いました。楽しいですね。ってことですね、今回僕たちこうやってね、はい、パネルを使ってユニットを考えてみたんですけども、はい、やっぱこれもやっぱ皆さんもやりたいじゃない。やりたいですよね、はい、実際にユニットを考えてみたいということでですね、はい、はい、そちらの方現在できるようになっております。お、ではこちらの方でですね、ポップマスユニットプロデュースキャンペーンの方を見ていきましょう。はい、いやすごいですね。まずすごいですよね、先ほど見たこのパネルのアイドルさんたちがもうね、これね流れてくるの見るだけで楽しいですね、これね、うんうんうん、しばらく見てる、あれしばらく見てる、ね、一瞬二瞬くらいする、ね、見れる。まあまあでも下の方に見てみましょうか。はい、アイドルマスターポップリンクス事前登録を記念したキャンペーンページということですね。はい、アイドルマスターシリーズから3人のアイドルを選抜し、自分だけのオリジナルユニットを結成しようと。はいはい、1つ目が事務所の枠を超えて好きなアイドルを3人組ユニットで結成で、ユニットコンセプト楽曲を選んでオリジナルユニットをプロデュースと。おで、完成したオリジナルユニットをツイッターにシェアして同僚と一緒に楽しむということなんですよ。なるほど、楽曲も選べるんですね。これまた歌わせる楽曲悩んじゃいますね、これね。悩みますね。悩む。まあ早速これいきましょうか。はい、ユニット作成、はい、こちらを押しますと、お、出てきましたね。はい、各項目を入力してオリジナルユニットを作成しようと。はい、はい、じゃあこちらでさっきね僕が作ったユニット入れていきましょうか、はい、プロデューサー名が以上、はい、AP 歌詞入れました。はい、すると真ん中のアイドルさんがここの、ここすればいいのかな。はい、来ました。お、そうすると、ああ各ブランドごとにこうやって見ることができるですね。ああこれもまた見れる。でも最初に僕が聞いたのが、はい、アサリダナミさん、こっちのアイドルさんに、はい、ガナハ響さん、アイドエルからは、はい、コロンクリスさんを選びました。はい、そうするとここにユニット名を入れられるんですね。なるほど、よいしょ、最大20文字まで入力できますね。おお、よし、はい、ユニット名オーシャンとコンセプトはできまして、はい、結局、はい、入れました。はい、入力できました。はい、ユニット名オーシャン、コンセプトが海の生き物に関連のあるアイドルさんたち、楽曲はミュージックにしました。おお、で、これを確認と、はい、するとできたー。おお、こういう画像が作られるんですね。いいですね、いいですね、これ、これ AP ですか、 AP か、あの名前が付箋でついてるんですかね、これ。かわいいですね、このね、プロデュースノートじゃないですけど、こうね。で、これをじゃあ作成すればいいんですね。はい、はい、こちらでユニットを作成しますか。はい、作成。そうすると、あ、できましたね。オリジナルユニットを結成しましたと。はい。そうすると、あ、出ましたね、これね。シェアするというボタンがあるので、うん、こちらの方を押していただくと、ツイッター上でシェアすることができますと。はい。いや、これいいな。いいですね。楽しいね。この完成した絵も可愛いっていうのがまたいいですね。画像作成できるわけですからね。これ一つに限らず何回も何回もやっちゃってこれね。でこちらじゃあ保存をしてみますね。はい。保存すと、あ、あ、画像としてダウンロードできましたね。なるほど。これをなんだろう、バナーとか待ち受けじゃないですけど。もありますし、
こう一ユニットごと、まあ、シェアするボタンでユニットをシェアしてもいいですし、うん、こうまとめてね、あ、なるほど、ツイッターとかだと4枚くらいは貼り付けられるじゃないですか、ね、あ、もうじゃあこれをダウンロードして私たちでアンケート取りましょう、これいいんじゃないですか、なるほどね、そういうでどっちがいいですかみたいなのもね、面白いかもしれないですね。特設ページで作ったオリジナルユニットの画像は、はい、はい、ハッシュタグポプマスユニットプロデュースキャンペーンをつけて SNS にどんどんシェアしてみてください。はい、同僚さんが作ったユニットとかもね、ハッシュタグから飛んでね、もうぜひ皆さんでも見て、うん、あーそれいいじゃんとかって言ってね交流していただけたら嬉しいです。はい、そしてポプマスは事前登録受付中でございます。豪華な事前登録報酬が用意されているみたいなので、詳しくはポプマス公式ツイッターをチェックしてみてください。ということで、こちらの作った僕たちのユニットをですね、はい、後ほどチャンネルのツイッターの方とかで公開させていただきますね、うん、どのユニットが良かったとかってこうね、アンケート機能を使ってね、こう投票式にさせていただきますので、はい、これがいいよ、どのユニットがいいよとかって押していただけたら幸いでございます。はい、はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。お、このユニットいいじゃん、自分たちも考えたいって思ったらですね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。